ね、途中経過を皆さんの協力もありまして測りましたところ で、すき焼きうどん。すき焼きの次の日はうどんです。はい。いただきます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。じゃんか、ジョコザ君泣けちゃう今日は勝ったでみたいな今日はこれぐらいにさったらなんか見合ってた絵に描くやんじゃないじゃんちょっと気分やろ勝ったつもりないんだけど勝ってないわお前かわされてくるわねえ、小麦ちゃん大ちゃん、なんか感じですなんかお前いやね、小麦ちゃん男って単純ばかりこれ怒られるかもかな
衝撃を吸収するアキレスソルボ。え、みんな思うけど、え、こいつら何の音やるねん。何でも取り入れるか。何でも取るぞ。マギちゃん。何でも取るよね。こんなも取ります。マギちゃん。これちょうだい。これちょうだい。これちょうだい。これ。大ちゃん遊んだのか。大ちゃんなんか一気に待った。大丈夫。えい、あれ。えい。これなんで小麦が大豆に遠慮するかがようわからんな。あんだけ強さの差がある。小麦ちゃん、お姉ちゃん賢いね。はい。誰とってるの？これこのおもちゃ実はお父ちゃん一番楽しい。これは男の子ですか？一回降りなあかんのじゃん、ちゃん。ちょっと降りちゃん、降りて。ちょっと降りてみな。おい、麦。おい、おい、おい、麦。麦ちゃん、麦ちゃん。はい、いいよ。はい、見ていいよ。こうやって立てたの、立てたの。そうそう。全然、これも緑と。確かにそういうのあるよ。これだけ。あ、よ。大ちゃんの面白くない？興味ないくせに。大ちゃん、妖精くせして。お？お？うしろちゃん、うしろちゃん。お？匂い、匂い嗅いでるの？お！お、やった。大ちゃん偉いやん。大ちゃん偉いじゃん。よし、もう一回。見ろ見ろ。美希子先生の指導を受けた3人は2003年にインディーズながら全国デビューを果たす。だが最初の曲の振り付けは別の人が担当。すると新人のアーティストとは思えない大胆な行動に出た。次の曲から振り付けの担当、美希子先生に変えてください。大ちゃん、私たちの曲には美希子先生の知識が必要なんです。お願いします、お願いします。なんと新人なのに振り付け家を変えてほしいと直談判。3人が一番魅力的に見える動きとか仕草を先生は知ってると思うので、勇気を出して言いました。この曲について美希子先生は映ったかな。どうなんの。実験用のマウスの姿は
その数およそ200匹。だが世の中には苦痛だった。実はあの時はマウスの専門のスタッフがいたのだが、僕は研究者なのかネズミの世話係なのか、お母ちゃん映ってない、一体何をやってるんだ。肝心の研究に専念できないストレスに襲われていた。まさかこう、ということができなくなってきて、まあ、かなりの心配をしていたですね、まあ、女の人に死んだんだったら研究したらね、やめてもいいんじゃないと。やられたの名前は飽き性だね。ダメなの。話していたのはノーベル賞科学者。当時の山中にとってはご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。